プレクスター、プレクスター、プレクスターは、シナノケンシ株式会社が、その開発した、電子機器、印刷機器に用いる、ブランド名及び、フィリップスライト、ON デジタルソリューションズが展開する、デジタルストレージ機のブランド名。産業用システム機器や、ビデオキャプチャー機器などの業務用機器のほか、今週間向けとして、パソコン用の光学ドライブや、SSD を展開している。 かつては、シナノケン市株式会社の子会社として、コンピュータ周辺機器及び業務用印刷機器の、マーケティング、販売、サービスを扱うプレクスター株式会社が存在したが、現在は、ノケン市本体に吸収されている。価格や、対応規格の多さが目を引きがちな、広角ドライブ業界にあって、若干割高ではあるものの独自の製品を生み出す。 メーカーとして特に高額ドライブに詳しいユーザーの間で知られる。製造は品の検視が行っているものが多く、主にプレクスター純正と呼称される。また、他社より OEM 供給を受ける場合もある。ディスクメーカーである太陽油電とは有効な関係にあり、太陽油電製メディアにプレクスター製ドライブで書き込むと記録品質が良好となる場合が多い。 2010年には SSD に参入し、高角ドライブと同様の高い品質で評価を得た。キャッチコピーとして CD-R、RW 時代はキングオブクオリティ、DVD-R、RW 時代はザ・ドライビング・ホース・プレクスターというものが存在していたが、あまり使用されていない。発売後も長期にわたってファームウェアを作り込み、更新され続けたという意味では、 プレクスター純正ドライブは長く使えたが撤退と、共に更新も終了している。PX-40TS など、読み取り、性能の高い CD-ROM ドライブの製造で、販売開始から、一般層への知名度が高まった。ソニーやヤマハなど、ライバル各社が、高額ドライブの製造から撤退した後も、長く高い書き込み性能と音質にこだわった CD、R ドライブを作り続けた。 DVD ドライブ前世となって、以降も CD-R、RW ドライブの最終型と銘打った、プレックスライタープレミアム、PX-5232TA、TU、さらにヤマハの高音質化技術オーディアマスターを搭載した、プレックスライタープレミ平方メートルといった高級機種を発売した。2002年に使用している部品の生産終了などにより、 CD-ROM ドライブの生産と販売を中止。2007年、記録向けの CD ドライブの生産と販売を一旦中止した。2009年6月に、プレミ平方メートルの外付け USB モデルを発売するなど、再参入していた時期もある。CD-RW ドライブにこだわったことから、DVD ドライブへの参入が遅れ、ほぼ最後発となった。 プレクスターブランド初の DVD 書き込み可能なドライブ PX-504A は NEC による OEM 供給である。自社製のものは PX-708A が初。その他の自社製のものは PX-712A、PX-716A、PX-755A、PX-760A など。 また自社製以外に他社から OEM 供給を受け、プレクスターブランドで発売したものが数機種類ある。プレックストゥールスプロフェシャネルによってディスクの品質検査が可能である点や DVD、RW ドライブにもかかわらず CD、RW の書き込み品質にこだわりを持っている点で人気を集め、パイオニアやソニー NEEC オプティアク。 ソニーと NEC との光ディスクドライブ事業における合弁会社と並び称される存在となった。2007年 DVD ドライブの自社生産を中止。他社製の DVD ドライブを OEM 供給する形で販売は継続していたが、それも終了した。ブルー、レイディスクドライブについては OEM 供給製品を2006年7月に発表した。 2007年1月事業再編計画で、高額ドライブ事業の縮小方針が発表された。理由として、台湾、韓国のドライブメーカーの低価格構成に耐えられないことを挙げている。2018年現在、現行製品は存在しない。2003年に台湾ベンクが、オランダのフィリップスとの合弁会社、フィリップスベンクデジタルストレージを設立。2006年に、 ライトオン IT がベンクからストレージ部門を買収し、PBDS からフィリップスライトオンデジタルソリューションズに社名を変更した。その後、PLDS が2010年にプレクスターのブランド使用許諾契約を締結。プレクスターブランドで SSD に参入。それまで品質と性能で他社を圧倒していたインテルがサンドフォス製コントローラを採用したことで評判を落とす中、 マーベル製サーバー用高性能コントローラや、東芝製、ナンドフラッシュを採用するなど確かな品質と性能で、業界の一角を担っている。また、高額ドライブで人気を得る理由となった、PLDS のファームウェアの作り込みは健在で、100人以上の自社開発チーム体制を築いている。なお、SSD の生産に、品の研修は関わっておらず、販売は、 リンクスインターナショナルが行う。そのため、プレクスターのホームページには、プレクスター SSD 製品は、PLDS のホームページをご覧くサイトの一文がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。